今のは研究室からだ。カルーア、何があったの？大丈夫？あらま、マズヤさん、来てくださって嬉しいですわ。ひょっとしてさっきの宇宙マンドラゴラとかいう？いいえ、そちらはもう解決したのですけど、別の実験でまた爆発させてしまいましたわ。どうしていつも失敗なのかしら。才能がないのかもしれませんわね。そんなことないよ。カルーアは公認永久魔女なんだから。それは確かにそうなのですが、自信がなくなってきてしまいますわ。そうだな。こういう時は何かパーッと楽しいことでも考えて実行してみるとか。何かパーッとですか？どんなことをしたらよいのでしょう。そうだな、好きなものを思いっきり食べてみるとか。好きなものを思いっきりそうですわね。それは楽しそうですわ。でしょ。それでは早速カズヤさんにケーキを作っていただこうかしら。うわっと、そうなるか。はいはい、それじゃあ何か新作のケーキでも考えておくよ。まあ嬉しいですわ。おかげでやる気が出ました。うん、いい結果を期待してるよ。こちらもケーキ期待していますわ。はい。カズヤさんのケーキ楽しみですわ。ご主人様、よそ見したら危ないですね。カズヤさんのおっしゃる通り、楽しいことを思い浮かべてると作業もはかどりますわ。ケーキのことを考えていたら、なんだかすぐにでも食べたくなってしまいましたわ。リコちゃんでもお誘いしてみようかしら。ケーキのこと、あ、カズヤなのだ。体の具合でも悪いのだ。そういうわけじゃないけど、ナノナノの様子を見にね。様子なのだ。ナノナノは元気なのだ。そうだね、元気でよかった。あれ、もしかしてナノナノ本を読んでたの？そうなのだ。ナノナノはお勉強中だったのだ。勉強？すごいや、偉いねナノナノ。もちろんなのだ。ナノナノはとってもいい子なのだ。うん、それで何の勉強をしてたんだい？医学なのだ。モルデン先生の本を借りてるのだ。そうなんだ。心筋症医療の臨床医学的診断？ずいぶん難しそうだね。こんな本を読めるなんてすごいよ。ああ、全然全くちんぷんかんぷんなのだ。なんだ、ちょっと安心したよ。見てたら頭が痛くなってきたのだ。そこにカズヤが来てくれて嬉しかったのだ。そうだったんだ。ところでモルデン先生は？ナノナノが読める本を探しに行ったのだ。楽しみなのだ。それってやっぱり勉強の本なの？もちろんなのだ。ナノナノは本物のお医者さんになりたいのだ。え？ナノマシンで治療できるのに？それだけじゃダメなのだ。ナノナノはモルデン先生みたいな物知りでかっこいいお医者さんになるのだ。そっか、なれるといいね。本をたくさん読んでたくさんお勉強するのだ。そしたらかっこいいお医者さんになれるのだ。そんな簡単になれるとは思えないけど、目標を持つのはいいことだよね。うん、頑張ってね。僕は他の場所を回ってくるよ。わかったのだ。ナノナノは頑張ってお勉強するのだ。ナノナノがお医者さんになったらカズヤも来るのだ。ナノナノが診察するのだ。
楽しみにしてるよ。それじゃ。待ってなのだ。館長、倉庫にある納豆の使用許可をいただきたい。え？納豆？そうだ、納豆だ。なんで納豆なのかはわからないけど、自室で料理をするのは構わないわよ。倉庫の物資を使うならこの許可証を持っていって。感謝する。くれぐれも衛生管理にだけは気をつけてね。了解した。くれぐれも元気だな。早く早くなのだ。おい、二人とも随分楽しそうだね。カズヤも来たのだ。わーいわーいなのだ。この光景が楽しそうに見えるのか。目おかしいんじゃねえか。ウヤブンと二人で鬼ごっこしてたのだ。カズヤも一緒に遊ぶのだ。そうだね、一緒に遊ぼう。さすがカズヤなのだ。話がわかるのだ。おいカズヤ、ちょっとこっち。え、いいからちょっと来い。にゃ、悪いことは言わねえ。公園でこいつと鬼ごっこだけはやめとけ。一緒になってっと倒れるまで付き合わされるぜ。う、体力自慢のアニスにそう言わせるなんてちょっと怖いかも。ああ、命が惜しいならやめるんだ。うん、わかった。ありがとう、アニス。どうしたのな？カズヤ遊ばないのだ？ああ、残念だな、ナノ。こいつちょっと忙しいんだってよ。カズヤ今遊ぶって言ったのだ。遊んでくれないのだ？嘘ついたのだ。ごめん、この埋め合わせは今度ね。分かったのだ、仕方ないのだ。でもここは本当に鬼ごっこにうってつけの場所だよね。俺はレクリエーションラウンジにしとけよかったと思ったけどな。疲れを知らない奴と一緒だと広い場所は命取りになりかねねえ。いや、本当にご苦労様。ああ、俺の苦労分かってくれるか。子分が元気なのはいいんだが、こいつはさすがに応えるぜ。とにかくこうしてられるうちに十分遊んでおいた方がいいのは確かだよね。またいつルクシオールの進路上に大変な出来事が起こるとも限らないんだし。まあな、それくらい俺だって分かってるぜ。何のなのだって分かってるんだ。だから今のうち目いっぱい遊ぶのだ。こんな時にブラマン首相会のデパートシップが来てくれればいいのにね。あの船だったら遊園地だってあるし目いっぱい楽しめるんだから。確かにな、あれだけすごい船はそれだけでもう立派なお宝だぜ。まさかトレジャーハンティングしようなんて思ってないよね。あ、そうなのだ。それなら来てもらえばいいのだ。は？デパートシップに来てくださいってお願いしてもらえばいいのだ。それは前はマイヤーズ司令がミントさんにお願いしたから来てくれたけど、今は司令も長官になっちゃっていないし、ちょっと無理なんじゃないかな。そうなのだ。明暗だと思ったのだ。ここにはさすがにそこまでやってもらうわけにはいかねえだろう。少なくともココさんが元気を取り戻してからじゃないとね。分かったのだ。
今はこの公園で我慢するのだ。だから親分も一緒に我慢するのだ。一緒にもう一回なのだ。まだなのかよ。って引っ張んなよ。問答無用なのだ。ああ、行っちゃった。なんて素早いんだ。それじゃ僕も他の場所を回ろうっと。お邪魔します。お待たせしました。キャラメルケーキのお客様。あ、はい、私です。タルトはこちらですね。どうぞ。和也さんは何にしますか？そうだな、それじゃあ僕もタルトでお願いします。かしこまりました。ただいまお持ちいたします。カルーアさんと同じなんて、さすが恋人同士ですね。あら、照れてしまいますわ。とりあえずお先にどうぞ。それではお言葉に甘えていただきます。本当に美味しそうだね。甘いものをいただくと心が豊かになる気がいたしますわ。本当ですね。これからもエデンメーカー普及委員会として活動を活発にしていきましょう。そのエデンメーカーなんとかって？あら、和也さんにもお話ししませんでしたかしら。リコちゃんが委員長で、カルーアさんが副委員長です。カズヤさんは実行役員なんですよ。そんな話あったようななかったような。とにかくエデンの美味しいデザートをノイエに広めていく、これが委員会の目的です。カズヤさんはその実行役員なんですから、覚えておいてくださいね。そうなんだ。次回の活動は和也さんにご馳走していただくのはいかが
でしょう。お、それは名案じゃな、副委員長。あはは、なんか毎度な展開に持ち込まれてる気がするけど、まあいいか。もともとカルーアには新作ケーキを作る約束があるしね。お待たせいたしました。あ、来た来た。ありがとうございました。ごちそうさまですわ。ここのケーキはランティさんの作品なんですよね。うん、僕のとは少し方向性が違って、それがまた美味しいよね。でも、カズヤさんも負けずに精進してくださいね。そうです。腕を鈍らせたりしたら許しませんよ。うわぁ、リコ厳しいな。でも確かに、ここんとこ体調業ばっかでデザートの研究はサボり気味だから、またちょっと勉強してみようかな。はい、その意気です。うん、それじゃまた。それでは。とりあえずこんなところでいいかな。ん？誰だろう。はい、こちら白波。やあ、二人とも、何か相談でもしてるのかな？まあ、カズヤさん。カルーアさんが一緒にケーキを食べましょうと誘ってくれたんです。はい、気分転換に甘いものでもと思ったものですから。よろしければ、カズヤさんもご一緒しませんか？甘いものというと、食堂かな？ティーラウンジにしませんか？美味しい紅茶もいただきましょう。それも良いですわね。そうすることにいたしましょう。うん、それじゃあ僕もご一緒しようかな。歓迎いたしますわ。リコちゃんもよろしいですか？はい、もちろんです。よろしければ先に出ていただけます？わかりました。それではティーラウンジで。じゃあ僕ももう一回りしてタイミングが合えば寄らせてもらうよ。それでは、後ほど。勝也さんも来てくださいね。二人とも本当にケーキが好きなんだね。うん、みんなでケーキを食べるのもいいかもな。二人とももう始めてる。カズヤさん、こちらですわ。オッケー、それじゃお邪魔します。お待たせしました。キャラメルケーキのお客様。あ、はい、私です。タルトはこちらですね。どうも。カズヤさんは何にしますか？そうだな。それじゃあ、僕はガトーショコラにしよう。かしこまりました。ただいまお持ちいたします。さすがです、カズヤさん。乙女心を分かってらっしゃいますわ。え？そうなの？これで一度に3種類の味を楽しむことができますね。いろいろ食べてみたいですものね。あは、そういうことか。分かる気はする。とりあえず、お先にどうぞ。それでは、お言葉に甘えて。いただきます。あ、おいしい。本当ですわ。なんて素敵なお味なのかしら。本当に美味しそうだね。甘いものをいただくと心が豊かになる気がいたしますわ。本当ですね。これからもエデンメイカ普及委員会として活動を活発にしていきましょう。え、そのエデンメイカなんとかって？あら、カズヤさんにもお話ししませんでしたかしら。リコちゃんが委員長で。
ルーアさんが副院長です。カズヤさんは実行役員なんですよ。え、あ、そんな話あったようななかったような。とにかくエデンの美味しいデザートをノイエに広めていく、これが委員会の目的です。カズヤさんはその実行役員なんですから覚えておいてくださいね。そうなんだ。委員長、次回の活動はカズヤさんにご馳走していただくのはいかがでしょう。お、それは明暗じゃな、副委員長。あはは、なんか毎度な展開に持ち込まれてる気がするけど、まあいっか。もともとカルーアには新作ケーキを作る約束があるしね。お待たせいたしました。あ、来た来た。ありがとうございました。ごちそうさまですわ。ここのケーキはランティさんの作品なんですよね。うん、僕のとは少し方向性が違って、それがまた美味しいよね。でもカズヤさんも負けずに精進してくださいね。そうです、腕を鈍らせたりしたら許しませんよ。うわ、リコ厳しいな。でも確かにここんとこ体調業ばっかで、デザートの研究はサボり気味だから、またちょっと勉強してみようかな。はい、その息です。うん、それじゃあまた。それでは。とりあえずこんなところでいいかな。ん、誰だろう。はい、こちら白波。おお、カズヤ、悪いんだが今格納庫まで来られるか。ブレイブハートの照準を調整してるんだけどよ、カズヤにもチート手伝ってほしいんだ。わかりました、すぐに向かいます。おお、すまねえな。それじゃあ格納庫に行こう。よし、もっぺん頼ま。わかりました、行きますよ。おう、やった。うわ、またダメでしたね。今日はやけにうまくいかないですね。ああ、ここのところこいつには手間取ってんだ。ブレイブハートにですか。ああ、どこか調子悪いんですか。いや、そういうわけじゃねえ。それじゃあ何が。実はな。はい。癖がつき始めてやがるのよ。癖ですか。ああ、癖だ。おめえさん前に次元の壁を破っただろう。あれ以来よ、こいつには完全なリセットがかからなくなっちまったんだ。え、初期化できないんですか。おうよ、最初は数値が小さかったんでミスか誤差だろうと思ってたんだが、訓練やら演習やらでおめえさんが乗るたびにちょっとずつ大きくなりやがってな。それってまずいんでしょうか。ま、カズヤが使う分には何の問題もねえかな。そうなんですか。なんで気がついてねえのか。扱いやすくなってきてるはずだぜ。ああ。思い当たる節があんだろう。ええ、あります。最近やけに取り回しがいいと思ってたんです。そうだろう、そうだろう。あれはブレイブハートが僕に合わせてくれてたのか。そういうこった。なんだ。ん、てっきり自分の腕が上がったんだとばかり。おめえさんの腕だって上がっちゃいるはずだがな。だといいですけど。自信持ちな。はい。と、そんなわけでだな、この機体はいつの間にやらカズヤスペシャルになりつつあるのさ。も
もうおめえさんでないとピークパワーは引き出せねえ。なるほど、そうだったのか。あの、そうなってしまった原因とかはわからないんですか？ああ、ブレイブハートはノイエのロストテクノロジー、研究の進んだエデンのそれに比べるとまだまだ謎だらけよ。そうですか。まあ、うなっててもしょうがねえ。一旦休憩にしようや。はい。なんだかブレイブハートが僕を選んでくれたみたいでちょっと嬉しいかも。でもそれで整備がうまくいかないんじゃ困るよな。やあ、カズヤ。ああ、ロゼル、お疲れ。浮かない顔だね。どうかしたのかい？ブレイブハートの照準システムがちょっとね。故障？最近この機体が癖を持ち始めてね、僕に最適化しつつあるらしいんだ。いいことじゃないか。ところがその弊害で照準の調整がうまくできなくなっちゃって、無理やりリセットしたら今度は全然元に戻らないんだ。そうなのか。確かに困りものだね。なんだ、この警報は。第一戦闘態勢。ルーンエンジェル隊は至急ブリッジへ集合してください。まさか敵襲？まずい、まだ調整が。とにかくブリッジへ急ごう。班長、すいません、行ってきます。白波、入ります。マティウス、入ります。これで全員ですね。カズヤ君、今格納庫から通信があったけど、ブレイブハートの照準システムがまだ調整できていないって本当？はい、照準システム以外はなんとかなりそうですけど。そう、困ったわ。一体何があったんです？全員スクリーンを見ていただきたい。これはアームズアライアンスの進行部隊です。アームズアライアンス？はい、アライアンスにしては見たことのない方の船ばかりですが、間違いはありません。なぜそう断言できるんですか？彼らは現れるなり戦績を明確にしてきたの。そしてセルダール連合王国に対し武力による誤噴量の割譲を求めたわ。武力による割譲？それって？そう、宣戦布告です。それは随分といきなりですね。送信されてきた声明文に統治者イザヨイ公の署名も確認しました。間違いなく正式な通告になります。そんな、それじゃあさっきの衝撃は攻撃？はい、威嚇射撃です。現在我々は囲まれています。待ち構えられていたようです。先ほど投降を迫る文書も受信しました。古風の守備隊は連合から派遣されてましたよね？それらはすでに沈黙しました。いや、全く抵抗できなかったようです。全く？動力系に一斉に異常が起きたとのこと。事前に細工されていたのでしょう。かなり計画的と言えます。そんな、それでどうするんですの？やっつけながら。おい、この程度の数蹴散らしてやるぜ。待ってください、今私たちは UPW 所属なんですよ。え？ああ、内政に干渉しないのが原則だ。でも投降を要求されてるんですよね？このままじゃ。ご判断を、ナッツミルク大佐。威嚇とはいえ本艦はすでに攻撃を受けています。つまり防衛の名目は立つのです。即時反撃で構わないと考えますが。ですが。確かに UPW 軍という立場上難しい判断かと思います。ですがことは一刻を争うのです。こうしている今も敵は距離を詰めているんですよ。大佐、相手艦の性能は分かりませんが、おそらくまだ敵の有効射程には入っていないでしょう。ですがこちらはエデンが誇る最新鋭艦、すでに攻撃圏内に捉えています。大佐、攻撃の命令を。でもそんな判断は私には。大佐、敵艦の武装にエネルギーの集中を感知、攻撃の準備に入ったと。どうしました？待ってください、
何ですか？報告をしなさい。敵の出力数値が異常です。データベースと合致しません。私のコンソールに。はい。これは過去のアライアンスのデータと比べ、出力の桁がまるで違う。まるでエデンの最新鋭艦並み、いやそれ以上か。ということは、おい、この船もう敵の射程に入ってるんじゃねえのか。敵艦隊より高熱源反応多数、攻撃です。やはり着弾方向にシールドパワーをシフト、同時に回避行動。遅すぎます。もう直撃します。全員何かに捕まれ。衝撃に備えて。うぎゅ、いてて、なんだ。これは着弾の衝撃ではないぞ。ぶつかってないのだ。急に揺れただけだ。まるで、あった。敵からの砲撃、全て回避。これは一体。艦長さん、あなた、その模様はアルファスク。なんだって。エデンでマイヤーズ准将たちが戦ったっていうあのバルファスク。捕まって。控え室からブリッジ。こちらブリッジ。ちょっと何をやったのさ。今出力が勝手に臨界ギリギリまで上がったよ。船は今私が直接動かしています。はあ、とにかくしばらくこちらに任せてください。後で連絡します。あ、ちょっと驚きました。よもや V チップが組み込まれているとは。 V チップ。巡査、あなたは。大佐。はい。早くエンジェル隊を。わかりました。和也君、緊急出動よ。わかりました。みんな行くよ。了解。ゆっくりと状況を説明する暇はないけど、これがロゼル君とみんなが一緒に出撃する初めての実戦になります。うまく連携できるように指揮をお願いね、和也君。はい。ロゼル君も。了解しました。指示があればそれに従います。あの、それでブレイブハートは。残念だけど、やはり照準システムの調整は間に合わなかったみたい。攻撃モードは使えないわ。大変だけど、和也君は指揮だけに専念して。わかりました。スキャン結果によると、敵艦の性能は先のベレル艦隊をも上回ります。一筋縄ではいかないということか。そうね。どうやってこれらの船を手に入れたのかはわからないけど、アームズアライアンスのこれまでの技術レベルとはまるで桁が違うわ。それから敵艦には生命反応があります。つまり友人艦が相手です。無茶を言うようだけど、全面戦争に発展させないために無人区画を狙って強制動力停止による敵艦の無力化をお願いします。撃沈はするなってことね。ええ、早期和平の道を探るためにも。大丈夫よ。狙うべきポイントは紋章機の火器管制システムに転送しておいてから、あなたたちはいつも通りの要領で戦えばいいわ。了解しました。ではミッションの具体的な説明に入ります。敵艦隊の配置はこう。待ち伏せにより四方を囲まれているわ。駆逐艦に高速艦、それにスキャンエリア内には入ってないけど、おそらく母艦が近くに待機していると思うわ。現在ルクシオールはこの位置で回避行動を取りつつ距離を保っています。ミッション目標は接近中のアライアンス艦隊全てを航行不能にすること。以上。難しいミッションだと思うけど、みんななら可能だと私は信じています。いいわ、やってやろうじゃない。うん、行こう。ルーンエンジェル隊出撃だ。了解。